ららららら、ら、これは945去って、あれなんやこれ、どっちも行けへんやないか、どうしよう、嘘、困ったな、左行くしかないか、右行ったやの、なんや通行止めかいな、あー乗用車と大型かガッチャンコやね、はいはい、よいしょ、6月26日水曜日、明け方3時34分ですけどもね、はい、埼玉県幸手市、あれかな、東かな、94号線でね、ガッチャンコですね、あらら、はいはい、そんなわけで、よいしょ、知らん道へ回されてしまいました。6月ももう終わりですからね、楽しい夏が待ってますから、皆さんご安全にですよ、はい、よいしょ、いや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 、逆方向戻されてしまいましたからね、もう一回 U ターン越えて戻ってきましたよってことでね、どんな様子かなーいうのもちょっと見たいし、はいはい、よいしょ、いやあんなね、あそこ道戻されてしまったら、あれこれあかんやん、だから工業団地入り口の新4号行くやん思って、菱沼からこっち来てんのにさ、一緒やん思って、一本隣の道でまた戻されてるやん思って、わしの宮の方行きたいんですよね、久喜の山岡屋食べに行きたいんですよ、いやで、あれこれあかんあかん思って、はい、U ターン越えて戻ってきました、はいはい、よいしょ、一本上行ったらよかったね、外ゴーマの方へ行って逃げたらよかったな、下田な、そっちね、今ね、あれなんですよ、舗装工事なんですよ、ああ、停止四軸やな、よいしょ、本来のね、通るべき道がね、去って工業団地の方行く道がね、今日はね、舗装張り替えでね、通れへんのっすよ、うーん、よりによってこれや、ほんま、ねえ、工事の通行止めと、このね、事故で、ほんま、あっちゃこっち、はいはい、流されてますよ、言うてね、いや、もうこれ食べたいだけやのに、はい、さっき春日部の太陽光湯でね、お声掛けいただいた皆さん、ありがとうございました。久しぶりにガチで洗車したわ、あ、疲れた、言うてね、よいしょ。はい、じゃあ皆さんもね、はい、連日ね、この間も事故の動画でしたけど、4号線事故多いな言うて、はい、夜も気をつけて、ナイトコマーシャルお稼ぎください。